マコトリップ始まるよ。はい、ここはですね、風の岬、なんて読むかわかります？タッピって言います。で、見てください、こちら津軽海峡冬景色の歌謡碑があるところです。で、実際に景色と一緒に見ていただきましょう。こちらです。津軽海峡冬景色、この歌詞が全て書かれております。で、今赤いボタンありますよね。こちら押したら曲が流れるんですよ。それでは曲を流してみたいと思います。景色と一緒にご覧ください。行きます。いかがだったでしょうか。ここはもう24時間、ここ音楽を聴くことができます。景色もすごいですし、ぜひ足を運んでみてください。長官台に来ております。見てください、この景色。鳥の声しか聞こえないですよね。すごくもう景色もいいし、空気も綺麗、そしてこの眺め、やばい。もう青森が大好きになりました。じゃあ次行ってみよう。はい、鶴の舞橋に来ております。ここ鶴の舞橋なんですけれども、ご覧いただきます通り、日本一長い橋になります。
はい、ねぶたミュージアムに来ております。これからですね、いろんなものを飾ってあったりとかしているので見ていきたいと思います。やっぱり歴史がやっぱりあるのですごいですよね。すごい。いう名前なんですけど、ここは札幌ではありません。ここは青森県になります。で、ここですね、札幌館、すごく美味しいっていう風に噂のあるラーメン屋あるんです。これです。これが味噌カレー牛乳ラーメンのバター入りになります。すごいですよね、ネーミングが。もうその名の通り、それが入っているというところなんです。どんな味なのか食べてみたいと思います。それでは行ってみよう。かなり丸いな。カレーだけどバターも牛乳も入って絶妙な味。マジでうまいです。